明治安田 J1 広島2の2川崎 F 第10節28日 E ピース勝てば首位再浮上だった広島は3試合連続ドローでクラブ記録更新の開幕10戦無敗4勝6分けとしたホーム川崎 F 戦は一時は逆転を許したものの FW 加藤陸時期26の今季初得点で2-2の終年ドロー 主シ,シー大阪、2位町田とはわずか勝ち点1差の3位を守り、9年ぶりの優勝へ射程圏内だ。広島は1点を追う後半30分、FW 加藤の今季初得点で同点に追いついた。1分前に逆転を許したばかり、エースが MF 三田の右クロスに、左足で合わせて意地を見せた。落ち着いて流し込めた。 引き分けは、負けなしを継続できたのでプラスに捉えたい。1020チームで今季唯一の負けなし。開幕から10試合無敗は、18年白福監督時代の9試合を抜いてクラブ記録更新だ。引き分けが多いので勝ち切りたい。という FW 大橋が前半、今季7点目の先制ヘッドを決めるも、後半に一時はひっくり返された。 最小失点を誇る広島にとっては、複数失点も今季初めてだった。最終盤には再び大橋が決定期を迎えたが、この試合で上セーブを連発していた相手ぐき上福本に止められた。シュート数は相手12本に対し、倍近い23本。スキッペ監督は、相手ぐきがこの試合のベストプレイヤーになってしまった、と悔しがった。 それでも負けないのは広島の底力。EF 荒木や MF 河村ら日本代表級が故障離脱中でも、人材が湧き出る J リーグ屈指の育成クラブ。チームは未完成だからこそ、優勝候補の実力を示せた開幕10試合だった。横田和幸。